どうも大之助です。突然ですけど皆さんお金欲しいですかということで今回は少しでも経済的自由になりたいんだったら日頃の出費を見直しましょうということであくまで僕の個人の金銭感覚なんですけど給料日に散在する人の考えがちょっと理解できないよということについてお話ししたいなというふうに思います。まあというか僕の話というよりあの正直その給料日だから今日はちょっと贅沢しに行こうぜみたいなふうに言われるとしてもそのなんか一晩 なななんか飲み会で散在するのってあなたの将来なんか優遇的な生活を手に入れるために必要なお金なな,なんか経費なんですかって話なんですよね。本当にそういうお金の使い方したいのって話なんですよね。まあもちろん。 その、酔い越しの金は持たないとか、こういうふうにストレス発散とかガス抜きをしないと、もうなんか、毎日仕事が嫌だから、その、やってらんねえよと。じゃあ、大の助、大の助よと。その、ストレス発散もせずにずっと仕事人間になればいいのかと。それだったらもう、心も体も壊しますよ。あの、酒飲んで、なんかうまいもん食わないとやってらんねえよっていうふうに思うかもしれないですけど、それはお,おっしゃる通りだと思います。もちろんあのこし、あの、それぞれの価値観があると思うから、それは別に、あの、尊重するんですけど、ただ、その、なんだろう、う自分は、 あまあ、皆さんがですよ自分はそのお金持ちになりたいっていう風に思いつつも何だろうそのお金を使うような生活を何、まあ、だろうも,うもちろん食費だったりとか衣食住とか最低限のお金に使うのともかくその周りに見えを張るためにブランド品だったりとかそもそもなんか一生その場所に留まり続けるかわからないのにもうそして自分が今の職業を何十年も続けて安定してローンを払えるかどうかわからないのに何千万もする家を買ったりとか車を買ったりとかする。 感覚がちょっといまいち僕にはなんか理,理解できないところがあってというのもあの一生貧乏人であのなんだろう社畜となって働き続けたいですっていうふうに思うんだったらそのなんだろう後先か考えずにローンを組んでなんか好きなものを買えばいいと思うんですけどやっぱり僕たち本音だとその経済的自由になりたいとかもう嫌なその上司たちとお別れしてその、まあ、好きなことして暮らしたいっていうふうに思ってるじゃないですか。ににももかかかわらずなんでそのののの目先のものに飛びついちゃうのかが ちょっと僕にはなんかいまいち理解できないところがあるんですよね。というのもじゃあさっき言ってたそのじゃあガス抜きはどうしたらいいのって話なんですけどそもそもそのなんか高額なショッピングをするだったりとか,なんか酒とかタバコとかギャンブルとかにハマる感じのあと,スマ,ホとかスマホをめっちゃ見て SNS 中毒になるみたいなそういうあの一時的な快楽を得る方法ってむしろストレス溜まるっていうのがあ、まあ、アメリカ心理学会とかまあいろんな研究とかで明らかになってるし皆さんも体験済みですよね。で 本当のストレス発散って全然金かからないんですよ。科学的に明らかになっている、まあ、ストレス解消法ってね、例えばもう、散歩でもいいんですよ。あの、太陽を浴びながら、自然の周り公園だったりとか、あの、海だったりとか、森だったりとか散歩するだけでも、自然の匂いとか音とか、あの、まあ、太陽光を浴びるだけでもめ、めちゃくちゃ、あの、ストレス発散になるし、歩くだけでもめちゃくちゃストレス発散になるんですよね。 とかあのまあ自分の好きなスポーツサークルに行くみたいな運動するっていうのもすごいいいことなんですよねあの筋トレするっていうのもいいんですけど、まあ、筋トレはちょっとなーっていうような人もいるじゃないですか、まあ、何せを軽く散歩するだけでもお金一切かからないのに体痩せるしアンチエイジングになるしストレス発散になるしあのめちゃくちゃいいことだらけなんですよね睡眠の質も高まるしとか瞑想するだったりとか本を読むだったりとかあとは まあ自分が目の前の作業マインドフルネスに没頭できる作業なんです、ね、たがスストレス発散ととしてあのとてもいいんですよね例えば大之助はカ他にあのピアノとか弾,弾いてるんですけど、まあ、社会人になってから始めたんですけどピアノってものすごい脳トレにもなるし集中力高めたり、まあ、ピアノじゃなくてギターとか、まあ、楽器全,全般がストレス発散だったりとか脳トレに効果的なんですけど集中力きたりのとかにもおすすめなんですけど。 まあ、あのピアノもその僕めちゃくちゃ安い Amazon であのロールアップ式巻,巻物タイプの,あのなんか電池を入れ替えて使うタイプの,あのピアノやってるんですけど使ってるんですけどそれでもせいぜいいいぜぐらししかしないですよ、ね、んまあ要するにそ,のでそれもう2年半ぐらい使ってるわけなんですけど何が言いたいのかっていうとその科学的に効果の証明されているそのなんかストレス発散方法とかってあのあ、まあ、もちろん睡眠とか昼寝とかもそうなんですよ昼寝とかも 何だろう、まあ、自分のストレスをため込まない発散方法としておすすめなんですよねとはいえストレス肩の状況下になったらあの昼寝もできないよとか夜な布団に入ってもなかなか寝つけないとかあの夜目が覚めてしまうとかたくさんあると思うんですけどあの、まあ、何か言っていのかっていうとその、まあ、金使わずにとかめちゃくちゃ少ないコストでそのストレス発散する方法って山ほどあるのにな,なんでそのなんか。 高額なブランド品だったりとか今日は飲みに行くぞみたいなこととかにお金をみんな使えるんだろうっていうのがね僕ずっと疑問でならないですよね。というのもあの僕別の過去の動画で前の職場の人たちと金銭感覚が合わなかったみたいな話とかしたんですけどものすごいストレスだったんですよね。なんかあのそんな若い頃から貯金してなんかお前ケチくさい人間やなみたいな風になんか倹約しないことを肯定する人たちがたくさんいて。 で、まあなんか今日は給料日だから飲み会行こうぜみたいに言うけど、いや俺はそのなんか将来どういうことがあるのかもわからないし、その悠々自適な生活を送るためのそのファイアするためのお金を貯めたいし、 そしてあの僕のストレス発散だったりとかっていうのを読書するだったりしかも本読むとかだったら図書館行ったら大抵の本無料で借りれるわけなんですよだから全然お金いらないしお金あって損じゃないじゃないですかまあ,あの結論から言うと大之助はのその後ほどあの数年後にあの投資詐欺にあってあのその数百万円をあのすっからかになるわけなんですけどそれはさておき何せをんだろうなあの働くのは嫌けどあのめちゃくちゃ散財したいけどお金は欲しいみたいなその。 幼稚園児みたいなダダッコみたいなことを平気で言う人たちなんかがたくさんいるのがその現実見えてなさすぎじゃないっていうのがみんなどういうなんかことを考えて生きてるんだろうってそんなに現実から目を背けて生きてて生き、ね、僕たちの与えられた一日に与えられた時間は金持ちだろうが貧乏人だろうが24時間って一緒じゃないですか。だから あの睡眠時間を1時間増やそうと思ったらどっかで1時間削らなきゃいけないわけなんですよ将来の自分の自己投資に当てたい本を読みたいっていうふうに思ったらどっかその分の時間を削らなきゃいけないわけなんですよスタイルを維持したいから運動したいジムに通いたいっていうふうに思うんだったらあのもちろん時間も削らなきゃいけないわけなんですよね大事な人とあのなんかあの過ごす時間会話する時間とかを増やしたいんだったらその分どっかの時間を削らなきゃいけないわけなんですよねつまり何が言いたいのかっていうとそのやりたくもないことにやりたくもない仕事にあの費やし時間を費やしてたりとか あの全然興味がないむしろ行きたくないっていう風になんだら行ったらその自分のお金の無駄だしなんか酒臭い息を浴びせられながら武勇伝とか聞かされるそんなストレスをめちゃくちゃあの抱えるようなむしろ気を張るような職場の飲み会だったりとかにあの時間を使うと他の時間が減るん何、ね、だろの飲み会とかでお金とかも減るしね。なんか で飲み会参加しない、まあ、まあみんな、まあ、僕分かんないって言ったんですけどいや正直うすうすは感じ付いてるところあるんですけどそのやっぱりその飲み会ととかか行なないとあいつノリ悪いあつ悪って嫌われるのが怖いんですよね僕も学生の頃とか発方美人に振る舞ってたし誰からも嫌われたくないっていう恐怖心が人一,一倍強かったから分かるんですけどあの要するにこの場所とかこの仕事をなくしてしまったら自分のアイデンティティがなくなる自分の居場所がなくなるっていう状態心理状態になってるいる っってていいうここととが怖いっていうことですよねだからあのそんなストレスから逃げるためにもやっぱあの買い物したりとか暴飲暴食にふけったりとか自分と同じようにぬるま湯に使って努力しない人たちとの,あの集団に染まることによっていや自分怠惰なのは自分だけじゃなくて自分以外にもこんなにいるんだだから自分のやってることっていうのはそんなにおかしなことじゃないんだっていうふうに自分は大丈夫っていうふうに言い聞かせたいっていうことなんですよね。 いや、かつての自分がそうだった、僕がそうだったんでよくわかるんですけど、とはいえ、まあ少なくとも日本って少子高齢化と人口減少と、まああの、海外のそのアメリカみたいにメガテック企業とか新,新しい産業とかも生まれてきてないからどんどんオワコンになってきてるのは、もう皆さんご存知じゃないですか。円安とかコロナとかいろんなことで、その日本の問題が健在化して、僕たちの過処分所得とか実質賃金がどんどん下がってるじゃないですか。なんなら、そのオーストラリアとかのあの、なんか、えっ、ー、と、 あのなんだろうブルー産業って言ったらいいのかなホワイトあのブ,ルーブルーカラー色って言ったらいいのかな運送業だったりとか製造業だったりとか、まあ、その海外に出稼ぎに行った方が月収90万円とかの仕事とかもねあの結構であの現実問題あるらしいんですよねだったらより日本から若者たちとか、まあ、それに英語を話せる人だったりとか何かしら海外でも通用する能力を持ってる人とか優秀な人間をどんどん海外に出ていってあの僕たちみたいにその努力する気もないような、まあ、要するにあの下に沈殿しているようなカス人間ばかりがにあの日本に残ってい るような傾向にどんどんなってくるんですけど、そんな最下層の中にいることによっての集団に埋もれることが僕たちがやりたいことなんですかって話なんですよね。ま人間のなんか社会的生物であって人間の性質と恐ろしいものなんですけど、周りの集団と同じような行動をすることによってあの安心感を得るっていう性質があるんですけど、だから飲み会断れないっていうことがあるとは思うんですけど、とはいえあの。 それってあなたのやりたたいことななんですかとあなたの親友とか家族とかと過ごす時間を削ってあなたのやりたくないなって死んだ顔をしてあの職場と家との往復を満員電車の中に押し込まれながらあの人に言わ,れ言われたことだけを淡々とこなす短い期間とかあの上司とかあのあの取引先とかの理不尽に耐えながら安いあの給料で働くっていう。 そんな人生をあなたは今後過ごしていきたいんですかって話なんですよね。そしてそんなその困難辛苦を乗り越えて歯をくじばって手に入れたあのめちゃくちゃ貴重なお金をそんななんかどうでもいいやつらとのなんかあのなんか飲み会とかに使いたいのって話なんですよね。でまあたまには美味しいものを食べに行きたいとかだったら別になんか寿司ローとかでもいいんじゃないって話なんですけど、<laughs> なんか飲み会でそのなんか健康にも良くないような揚げ物だったりとか。 ちょっとしたおつまみとかそしてなんかビールとかであの自分の胃袋を満たすで夜,夜遅くまで夜更かしして寝る直前寝る直前というか解散する直前に脂っこいししたラーメン食べるんでしょうそれに使うお金とか健康へのコストとか考えたらもっとあのなんか本気で人生変えたいんだったらもっと別の選択肢あるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどまあ あの結局まあなんだかんだ僕自分の価値観を押しつけちゃってますねすいませんあのまあこんなことを考えてるやつもいるってだけの話なのでもちろん皆さんそれぞれストレスの発散方法とかそれぞれあの抱えている苦悩や困難とかあると思うので。 まあ何が言いたいかっていうと大之助はそんな今の生活を変えたい自分を変えたいっていうふうに思っている人と一緒にたあの、まあ、この社会に戦って立ち向かっていきたいしあの僕と同じようにあの変えようというふうに思ってる自分を変えよう人生を変えようというふうに思っている人たちの背中を押したいし手を差し伸べたいっていうふうに思ってるし大ス助はピンチに陥ってる時は何ならあの同じように助けてほしいなって一緒に頑張っていきましょうっていうようなことをお話ししたいんですよねお伝えしたいんですよね。 で、その一方で、いや、自分はどうせ何やっても無理なんだ、才能ないんだ。だから、自分はもう、あの、社会の底辺として、あの、いろんな人たちに、あの、頭を下げて、あの、なんか、自分の本音をひた隠しにして、あの、なんか、低賃金で一生働いていきますっていう風な覚悟を決めてる人たちなら、別に好きな風に、あの、そうやってストレス発散でお金を使いまくってりゃいいと思うんですけど、そんなの嫌って思ってるんだったら、 じゃあ、あの、行動して変えていかないと、1年後も5年後も10年後も今と同じような生活、今と同じような預金残高で、ただ年老いているだけっていうような未来が待ち受けちゃってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。まあ。 あのそういう意味じゃ僕その前の職場と金銭角化が合わなかったっていうのはその自分のモチベーションの一つとして毎朝起きた時にその自分をふと奮い立たせる言葉リストの一つに倹約を否定する人たちの環境下にまた見置きたいのかみたいなことを自分に問いかけるようにしてるんですよね。っていう意味じゃ良い反面教師になったから自分としてはまあそういう人たちに触れたっていうのはいい機会だったかなっていうふうにあの思うようにしてますね。 いや、その、なんだろう、だいのすけ、その、自分の人生振り返ったりとか、す、まあ、に、き、書いたりとかしてるんですけど。その、今日一日、の、なんか、満足度だったりとか、どういうイベントがあったかとか。あの、なんか、十点満点とかで評価したりとかするんですよね。例えば、その、こ、このメンバーでの飲み会行った、あの、なんか、まあ。十点満点中で期待値は、七ぐらいだった、楽しみだな、けど、実際行ってみたら、四点だったとか、最悪だった。あ、あ、誰々さんと話せるのは良かったけど、あの、まるまるさんは最悪だったみたいな。あ、な、こととかを分析していくにあたって、その。 この飲みそもそも大之助は飲み会嫌いなのかなとかその飲み会じゃなくてもなんかバレーボールとか社会人のサークルに行くんだったら参加費大体100円とか200円とかで体も動かせるから健康的になるしそしてそのスポーツをチームストップスポーツを通じていろんな人たちと仲良くなるしそしてまあ飲み会とかと違って相手チーム味方と協力して相手チームを倒すという共通理念があるからあのなんかそれぞれがなんか性欲になんか従って暴れ回る飲み会とかと違ってあのなんなんか目的意識がはっきりしてるからくな 良くなりやすすいんですよねとか飲み会とかだったらその努力しない自分を正当化する人たちがマウントを取ってきたりとかしてすごいストレス過多な状況とかになったりとかするけどスポーツサークルだったらそういうことが起こりにくいしそういうことが起きたらもう二度とそのサークルには行かなければいいだけの話だからあのすごい。 まあ、コスパがいいストレス解消法なんですよね。ダイナスにとっては。読書も同じなんですよね。図書館でほぼ無料であの。まあ、図書館で無料で借りれるし、最新刊だったら、そのなんか、最新刊買って読み終わって、頭の中に入れた後は、メルカリで売ったりとかしたら、あの、ほぼ0円ぐらいで、あの、なんか、あの、いろんな本が、まあ、読み放題になるわけなんですよ。で、あの、知識もつくし、たくさんの経験とか、あの、まあ、価値観とかを学ぶことができるし、 まあ,あの本を読むこと自体がストレス解消にもなるし語彙力も鍛えられるしだからものすごい大之助にとって読書っていうのはコスパのいいストレス発散なんですよねみたいなふうにその、まあ、皆さん僕たちがめちゃくちゃお金持ちであのな何にでもお金を使えるっていう制約がないんだったらどんどんお金使ったらいいと思うんですけどその僕たちの特に貧乏人のお金には使えるお金には限りがあるわけなんですよ。そのなんか あの、RPG でも魔法を使うのに MP とかあるじゃないですか。で、大技は、もちろんそのキャ、キャパを超えない限り MP の限度を結構消費するから、あの、こそう、おいそれと使えるわけじゃないですよね。なのに、なんかローンを組んで家を買うみたいな極大呪文とかをなんか平気で僕たち、そう、レベルの低い、あの、奴らがスライムに向けてぶっ放したりとかしてるから、あの、なんだろう。そんな旅の途中で絶対力尽きるだろうっていうふうに思うんですけど、うーん、まあ、 いろんな人がいるんだなっていう風に僕あの生きてて思います。という話でした。まあ、嫌なものは断っていいんすよ。行かなくていいんですよ。自分の意思で自分の人生を決めていいんすよって話なんですよね。まあけどこんなことを言うし、あのそうやってなんか？俺はもうこういうの行かないっていう。風うに決めたいとか。高原とかしてるから大学ちょっと社会社会不適合者なんだなっていうのはまあ、ほどほど実感してるところなんですけど。 あの遠くに住むいとこの結婚式とかも俺行かないですよねあのもうあの十数年会ってないよねいとこの結婚式とかまあおめでたいはおめでたいしあの口頭ではあ口頭ではというかおめでとうって伝えておいてとは言ったんですけど家族とかにはねあのなんだろうその、まあ、遠くの親戚より近くの他人っていう言葉もある通りそんな,なんだろう、まあ、僕の生きてる時間生きることができる時間というのは限られてるわけであってな,なんだろうな まあその親とかになんかめちゃくちゃ怒られたんですけど「数少ない親戚なんだから」って。けど俺はこれまでの人生でその数少ない遠くの親戚とあの特に関わりなかったけど俺のこれまでの人生何の差し支えもなかったし何ならいじめられていた時とか別にその遠くの親戚が助けてくれたわけとかなかったから。 別にその遠くの親戚が悪いってわけじゃないですよ。あの、だから、なんつったらいいのかな。まあ、なんかいろんな人たちと価値観が違うなっていうふうに最近改めて感じましたという話でした。ということで今回は以上。